待っててくれ。Deaktiviert die場合に備えてキャロラインは何か手を打っていたはずだ。それはつまり計画があったはずです。キャロラインの計画だ。アメリカを自由の国にするんだ。そうです。それを足がかりに世界中の国を自由にする。残された僕たちでやり遂げるべき使命だ。必ずです。彼女は何、信用できるの？こんにちは。彼女にチャンスを。彼女は命の恩人なんです、ブラスコビッチ隊員にとっても。それでキャロラインはニューヨークにいるアメリカのレジスタンスと無線で連絡を取っていました。彼らあなたたちは人種を気にしないの？ん？なんでここに黒人がいるのかってこと？いえ、どんな人種でも歓迎よ。大義のための戦争にするわけだな。その通り。そして最初にするべきことはニューヨークに向けて爆雷よ。ボンバ探知機。了解。水上に進行音、複数の進行音よ。フラウエンゲルだ。一体どうやって探知したんだ？誰かが U ボートの中から位置情報を送ってるんです。なんだって？オースメルツァーは誰かがこの U ボートから送った信号を受信してるの。だから探知できたのよ。そんなバカな。セクション F だ。ありえない。ここだ、セクション F。セクション F なんてないわ。前に見たけど、地図の場所にドアなんてなかった。実はそれが存在して、中から誰かが信号を送っていたとしたら？隊員、調査チームを組んで調べましょう。案内しろ。ここのはずだ。ロッカーを動かせ。何かあるか？溶接されているようだ。若いの、待て、これを。ワイアットが基本的なコンセプトを考えてくれた新兵器だ。まだ実験段階だが、きっと便利なはずだ。ナチスをやれるのか？ああ、もちろん殺せるさ。なら使い道は。そっちが済んだら、俺がドアを開ける。機を見つけて電源を切って。このままじゃ船体が持たない。ウィリアム、どうやら私たちは勘違いをしていたみたい。フロアマップによるとセクション F は小さなランドリーらしくて、 U ボートをダッシュした直後に私たちも探しに行ったの。結局入り口を見つけられなかったんだけど、あの頃は他にもっと心配しなきゃいけないことがあったから、きっとしっかりと見て回らなかったのね。今もう一度フロアマップを見てみたら、セクション F のエンジニアマップっていう全く別の資料についての言及があったわ。見つけ次第報告するわね。
Noch immer das Ordnungssignal ans Oberkommando zu schicken. Der kommt los. Warum greifen wir nicht von innen heraus an? Wir töten die Terroristen. ウィリアム、エンジニアマップが見つかったわ。バラストタンク、核弾頭置き場。なんてことなの。私たちが乗っている U ボートは世界でも最大のものよ。そしてセクション F はその船体の端から端まで伸びる巨大な区画。その大きさからして一部はメインバラストタンクか何かのはず。気をつけてウィリアム、一体どれだけのナチスがあそこに潜んでいるのか想像もつかないわ。
ウィリアム、あなたが5ヶ月前に U ボートを乗っ取ってから、ナチスはずっとあそこに潜んできたの。きっと飢える寸前で血眼になって襲いかかってくるわ。気をつけてね、ダーリン。セクション F の核弾頭の備蓄についてもっと詳しく調べてみたの。エンジニアマップによると、あそこには何十もの弾頭が保管されているらしいわ。まだナチスがいじくってないことを祈りましょう。あと少しだけなら耐えられそうだ。見守っていてくれよ。Durchgehalten. Wir schaffen das. Wir sind U-Boot-Fahrer. Uns kann man nicht brechen. Du hast recht. Was ist?
この先がナチスの無線室だ。入る方法を見つけよう。ありがとう、ウィリアム。これでオースメルツァーは探知できないはず。ロッカールームに戻って。ボンバテが待ってるわ。